エレコビズ。こんにちは、天羅万象、久保田勝です。まあ、今日はこんばんはって言った方がいいかもしれませんね。綺麗な星空が広がっています。さあ、まもなく笹の葉さらさら、軒場に揺れちゃう七夕であります。こちらですね。まあ、七夕は七月七日ということですけども、まあ、大体天気悪いですよね。え、そもそも梅雨の真っ只中ですからね。で、実際のところ、どうなんでしょうか。七夕の天気をね、ちょっと遡ってまとめてみたんです。 えー、七夕まつりで有名な宮城県の仙台、そして東京、大阪、福岡、えー、この4都市のですね2011年から去年までの10年間の7月7日の天気を調べてみると天気悪いですよね、仙台で綺麗に晴れたのは2017年だけでしたで、その他の各地も雲とか雨傘に邪魔されて星が見えたのはどうでしょう、2、3割ぐらいでしょうかね。 でこれその前の10年をさらに遡ってみても大体こんな傾向でしたでそもそも七夕の7月7日という日付なんですけどこれは明治5年の終わりまで使われていました、えー、古い暦月の動きにも連動しました大陰太陽暦という暦、まあ、いわゆる旧暦ですね、えー、これに準拠した日付なんです。 で旧暦の7月7日という日付なんですけれどもこれそれを現代の暦にそのまま7月7日だけ当てはめてしまった結果え梅雨時で当たって当たり前に星が見にくいそれから季節的に七夕の星、織姫星と彦星はです、ね、まだ時間的に日が暮れた後は少し低くて見にくいとかそういったことがあるんですね。でそうううした中こういうものがあるんです 伝統的、まあ、旧暦のことなんですが、えー、七,夕伝統的七夕、これは国立天文台が2001年からこの旧暦の7月7日を伝統的七夕として、えー、広報、PR をしているというものなんですね、えー。その伝統的七夕、つまり旧暦の7月7日というのはどうやって決まっているんでしょうかこちらです二十四節気で立秋の次にやってくるのが諸書、今年でいうと8月23日です。 その諸書省を含めてそれより前で一番近い新月の日を一日目と数えて、でそこから七日目を旧暦の七月七日え、つまり伝統的七夕としているんです。ちなみに今年の伝統的七夕は八月十四日となります。ではその伝統的七夕だと過去十年の天気はどうだったのか見てみましょう。 一番下の空色の日付が過去10年それぞれの年の旧暦7月7日なんですがつまり伝統的七夕の日付なんですねどうでしょうさっきの新暦の七夕に比べて曇りや傘がですねぐっと減って星がたくさんついたと思いませんか概ね星が見える確率は7割福岡でも6割程度と新暦に比べたら倍増以上ですだいたい2年に1度以上は綺麗な星空が 現れていいるというわけなんですねさて旧暦の7月7日はあの天気を考えると新暦の7月7日よりもやっぱり七夕として、えー、理にかなっているというわけです。でさっきも言いましたけど8月はまあ季節が進んだ分日が暮れてすぐにもう七夕の2つの星はです、ね、東の空に割と高いところに上っていますので見やすいということもあります。 さてこの新暦と旧暦の七夕の話をするときに忘れてはいけないものがもう一つあるんです実はお月様なんですね、えー、こんな画像を用意しましたまず今のカレンダーの七夕新暦の7月7日の月上の段なんですがこちらをご覧ください今年の7月7日の月齢は新月3日前夜明け前に細い月が見えるだけで日暮れ後の宵空に月はないんですね で来年になりますと、これは夕方の空に上限の半月が見えます。で、そのあと2023年以降もまあご覧の通りで毎年毎年月の形は様々七7月7日に、宵空に月がないという年もざっと半分あるわけなんです。では、伝統的七夕はといいますとまず日付なんですが、向こう10年はですねご覧のような日付になります。 旧暦7月7日の日付さっきも言いましたが今年は8月14日その後早くなったり遅くなったりまあ現在のカレンダーに当てはめると日付はかなり動き回りますではその晩のそれぞれの月の形はというとどうですかほとんど同じ形に揃ってますよねどれもこれもまあ月齢は6前後の上限の半月より少し欠けた程度の月です晴れていれば宵の南西の空にはまああの必ず月が 光ってるんですねこの旧暦の七夕には退院太陽暦つまり旧暦では新月が毎月の1日になりますで、旧暦の7月7日というのはつまり新月から7日目です必ず新月を含めて7日目の月ということでこのために旧暦では毎年七夕に宵空にこんな月をいただいた晩になるというわけなんです さて七夕の伝説では大雨が降ってしまって天の川が増水してしまうと、まあ、あの植女と剣牛が会えないというので鳥のカササギがやってきてつな、えー、がってです、ね、橋を作って2人を会わせるという話もあるんですけれども同時に、まあ、こんな形の月が必ず旧暦の七夕にはありますのでこれあの船に見立ててこれで2人が会うんだという話もあるんです。 さてちょっとロマンチックな話に触れましたけれども今度はちょっと理科的な話をしたいと思います、えー、七夕の晩にですね幼いお子さんが天文台に電話をかけてくることがあるそうなんです織姫と彦星は今夜は何時に一緒になるんですかって聞いてくるんだそうですね、えー、織姫食女はですね琴座のベガそしてケンギ彦星は鷲座のアルタイルという夏の空のまあ有名な一等星ですで、この二つは本当のところは 宇宙ではどれくらい離れているんでしょうか星の距離を表す単位は1秒間に30万キロメートル進む光が1年かかって進む距離光の年と書く光年だということはまあご存知だと思います1光年はキロメートルに直すとおよそ9兆5000億キロメートルという距離になります太陽系から織姫であることざのベガまでは25.1光年 そして彦星和志座のアルタイルまでは16.8光年というのが最新の値ですで地球から見た二つの星の間隔は角度で33度あるんですねで距離と角度が分かれば二つの星の実際の距離が導き出せますでこうして計算した、えー、織姫と彦星の実際の距離はおよそ14.5光年となります キロ換算だと138兆キロメートルってこれ、もう大きすぎて感覚的に全然分からないですがまあ光や電波でも片道14年半かかる星空のディスタンスというわけなんですね。アルフィーの曲みたいな感じですがまあ例え話をしますとね二十歳の織姫がスマホで話しかけたりそれから SNS でまあメッセージをその彦星、県有に送ったとします。片道年年半かかります往復では29年 ですから返事が戻ってくるときには織姫、二十歳だったのにもうアラフィフになっているという話なんですよね、まあ、それほど星は遠いということです。さて、その実際の織姫、ベガと彦星、アルタイルというのはどんな姿をした星なんでしょうか七夕の主役はともに私たちの太陽よりも大きくて重く、そして明るい星です。 太陽がくるりと1回自転するのに30日ほどかかるのに対してこれ2つの星ともにです、ね、姿は大きいのに1回転するのは10時間前後という非常に高速な回転をしていることが分かっていますですから遠心力で赤道付近が膨らんだ扁平な形をしているんですね。またこののベガは太陽の40倍も明るい星なんです。 まあ、カレンダーの7月7日あいにくの天気で、あのー、七夕の星が見えなくてもです、ね、今年で言えば伝統的七夕8月14日がありますので、まあ、リベンジは可能なわけですね、しかも8月14日はお盆の休みの頃ですし夜更け前にはです、ね、前日にピークを迎えました、まあ、年間三大流星群の一つと呼ばれるペルセウスサ流星群の流星流れ星もいくつか飛ぶんじゃないかと思うんですね。えー、夏休みみのの晩にに星のロマンに触れてみてはどううででししょうか。天でした。 最後までご覧いただきましてありがとうございますテレビ東京の経済ニュース経済番組をもっと見たいという方はこちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてくださいどうぞよろしくお願いいたします